おはようございます。出席議員は定数数に達しました。議事日程第5号により直ちに本日の会議を開きます。日程第1、施政一般質問について6月30日に引き続き一般質問を行います。まず最初の質問者は3番丸田孝明議員。丸田議員、おはようございます。鬱陶しい嫌な、梅雨の真っ只中とありまして、気分も優れないことでしょう。また私の登壇で議事堂の不快指数値も 200% を超え、気分が悪くなり始めた理事者もいらっしゃることでしょうが、始めさせていただきます。理事者の皆様、ボタン1個と言わずどうぞ3個と外していただいて客にお付き合いください。本日も悪天候の中、傍聴へ足を運んでいただき感謝いたします。この場よりありがとうございます。さて、大先輩であります椿山慶三氏が病からの後遺症で市民の代弁者としての責務が果たせないことに葛藤する日々を過ごされていました。今議会開会前に決断を下し議員辞職なされました。議席にいなくとも本日は椿山氏から頂戴したネクタイを締めて頑張ってまいります。正真正銘一匹狼の後藤維新の会丸田孝明でございます。それでは通告に従い一問一答方式で質問を行います。指導3番町松山線の改修計画について伺います。道路行政においては毎日のように私の陳情案件に耳を傾け、すぐ結果へと動いていただき、職員の皆様方へ感謝いたします。一般質問において道路行政への陳情質問は避けたかったのでございますが、これから先雨天時が多いこともあり、市民全体への注意喚起と合わせて取り上げさせていただきました。まず路線概要について、平成22年全線開通後における今日までの改修工事等も合わせて説明願います。市民課長が福江地区の町内会市長懇談会にて言われておられました。対応は後藤市役所接遇ハンドブックに基づいて、ゆっくりはっきり大きな声で相手のペースに合わせて話す、分かりやすい言葉で理解を確かめながら進めるを心がけるよう改めて職員へ周知しているとのことですので、議会でも職員へのお手本となるようどうぞよろしくお願いいたします。講談以降は自席から質問を続けさせていただきます。市長。おはようございます。3番丸田議員の質問にお答えします。市道3番町松山線の改修計画についてお尋ねがありました。福江中学校から3番町の国道384号線を結ぶ本路線は都市計画道路奥町小場町線として整備され、平成22年度の全線開通から13年目に入りました。これまでの主な維持管理工事は、野呂郷橋の補修、歩道ブロックの凸凹だったり、車道の穴ぼこの補修や、最近では薄くなったセンターラインの一部引き直しを行っております。また、街路樹の剪定などについては、通年管理を実施しているところであります。以上でございます。丸田議員。13年目ということで、ご説明がありましたが、多少の、道路改修工事は行われて、街路樹の剪定も行われるということでございます。私も10回目にしながらなかなか慣れないんですよね、この場所は。すべての市民が
まあ、一度は、歩行または車で通行されたことがある、まあ、五島市では重要な幹線道路の一つであると私は思っております。まあ、そこでお尋ねしますが、雨天時の現状を、張崎部長、建設課長より報告受けておられますか。お答えください。建設管理部長。はい、受けております。議長様、丸田議員。まあ、今日も、まあ、私の質問に合わせて雨が降ってきてくれてるんですけどね、今朝も通ってきました。この議場よりご利用なされている、市民の皆様すべてに注意喚起をさせていただきます。特に、車のドライバーの皆様へのお願いです。通行中に水はねが広範囲にて確認されております。その件につきましては本日皆様方に資料として写真を添付させていただいております。じっくりと見取ってください。まあ、ここでですね、下校中の小学生が車にですね、水をはねられ、車の走行中に水をですね、跳ねかけられたと言うんでしょうかね、ずぶ濡れになったそうです。まあ、相談事として説明を受けております。そんなの車の運転者が気をつければいいじゃないかというふうに、まあ、思われている方が多々でしょうけど、実はこれ道路交通法の71条1号抜粋いたします。水たまりを通行するときは徐行するなど、汚水等を飛散させて通行者に迷惑をかけることがないようにと書かれております。違反点数は、つきません。違反点数はありません。しかし反則金がつくんですね。大型車で7,000円、普通車で6,000円。まあ、締めに入ります。市長、雨天のたんびにこういうふうに水はねが起こっている、ここは特にひどいんです。まあ、通られたかどうかご存じありませんが、まあ、そんな状況の中、車の免許を取るときは左側を寄ってくださいと、キープレフトというふうに習うんですね。雨天時のときだけ、ドライバーの方は中央線寄りに走ってくださいという注意板を立てられるか、もしくはもうこういった反則金を罰せさせられないということで道路工事改修工事に動いていただけるか、今日この場で決裁ください。市長。まあ、確かに車運転してですね、まあ、水たまりがあるところについては、まあ、一ドライバーとしてやはり気をつける必要があるんではないのかなと思っております。ただやっぱり道路管理者として、そういったところがですね、ひどい状況といいますか、そういった部分については、まあ、道路のをしっかり直していくということについては、これは進めなければならないというふうに思っておりまして、ただ国の方でですね、まあ、こういった場合にはちゃんと工事をしなさいよというふうな、まあ、基準も示されているようでございますので、まあ、そういったものに基づいて、これからも対応してまいりたいというふうに考えております。以上、3番丸田議員。まあ、この放送を見られて今日からドライバーの皆様方が注意されて、そして登下校の中学生小学生にですね、心遣いしながらですね、安全運転に努めていただきたいと思います。続きまして、執務室の環境整備について移ります。これはですね、執務環境の確保について次のようなですね、県議会一般質問でやり取りが行われておりました。紹介します。知事や副知事の執務室が北側に配置され、港を望むこともできない。部長室にあっては一部を除いて窓すらない、閉鎖された部屋、そういった環境の中でいいアイデア、柔軟な発想というものが本当に生まれるのか、まあ、壁に囲まれた執務室では到底無理だろうと思っていると。後藤氏の行政庁舎すべてにおいて窓のない執務室が現在ありますか。お答えください。総務企画部長。お答えいたします。まあ、議員の通告の中で、まあ、窓の定義というものが
はっきり不明ですけれども、今、県議会でのご紹介をいただきましたので、おそらく、眺望ができない、外が、屋外が見えないというような窓のことかというふうに思いまして、答弁をさせていただきます。そのような眺望できない、窓のない執務室は議会事務局だけになります。ただ、この議会事務局においても、採光や通風、風が通る、窓を兼ねる、排煙用の窓は設置をしているところであります。以上です。丸田議員。余計なことまでおしゃべりさせていただくからですね、後がなんかこうずれてきましたよ。議会事務局、身近な私たちの一番身近な執務室なんですけど、私も入ったことがないので全く分かりませんでした。そこで後藤氏にはですね、職員安全衛生管理規定というものがあるようです。時間がありませんので第2条第3条の読み上げと規定で定められている説明をお願いします。総務企画部長。お答えいたします。第2条ですけれども、市長は快適な作業環境の実現を通じて職場における職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。これ市長の責務というようなことになります。第3条ですけれども、職員は市長、総括安全衛生管理者等が法令及びこの規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な作業環境の形成のための措置に努力するよう努めなければならない。この部分は職員の責務というような部分になります。以上です。議長3番丸田議員。職員の安全と健康の確保とはどういうことでしょうか。総務企画部長。事務効率の効率化、またセキュリティの問題かというふうに思いますけれども、まずもって私どもは、労働安全性法に基づく事務室のその規定の範囲内というようなことが前提であるというふうに認識をしております。以上です。議長様。丸田議員。一日だけの窓のない執務室での環境ではなく、これ年間通じてですね、毎日窓がないんですね。先ほど、景色が見えないとかそういった意味じゃなくて、この窓のない執務室での作業環境が健康上どのような影響が、発症するのか、ご存知であったらご説明いただきたいと思います。総務企画部長。お答えいたします。健康上の影響につきましては、医学的に明確なる根拠なるものは把握をしておりません。以上です。議長3番丸田議員。今実際ですね、富江支所が新しい庁舎が建設中であり、窓がですねコンパネで覆われている環境で質問を行われています。富江支所長、何か変化ありますか。富江支所長。当初塞がれた時にはですね、暗いなという感じはしました。しかし現在はもう問題なく執務とか業務は行っております。すべての窓が塞がれているわけではございませんので、換気についても十分可能かと思っております。また、健康面のこと、職員の健康面ですけども、塞がれたことでですね、体調悪化とか不良とかいう訴えはございませんので、健康面についても大丈夫かなと思っているところです。以上です。丸田議員。富江所長も私と一緒で図太い性格をしており、関係なく感じるんでしょうかね。ただ外部から外から中が見えないという安堵感はあると思います。ただですね、これ医学的に先ほど何の、あれも上がってないということですけど、文献を調べました。やる気、モチベーションの低下、睡眠障害等の症状が進行することにより、うつ病を発症するリスクも高まるとのことですので、この件に関しましては私から部屋を変えろとかそういった要望はいたしませんので、皆様で、この後藤市職員安全衛生管理規定にも書かれておりますので、職員の健康を第一に考えて検討していただきたいと思います。続きまして、図書館条例、図書館の新しい図書館の運営についてお話しさせていただきます。今年のゴールデンウィーク、3日は天気良かったですけど、あとがですね
ぐずついた天気で子どもさんたちをどこに遊びに連れて行こうかということで図書館があったということで行ったら休みだったと調べるところ条例に5月の3、4、5が休みと、はっきりと明記されております。この3、4、5が休みになって明記されている理由をご説明ください。教育長、新図書館の開館についてお答えをしたいと思います。今議員ご指摘のとおり図書館は基本的に毎週月曜日と5月3日から5日までを休館日としており、その他の祝日については開館をしております。これはゴールデンウィーク期間中の休館は職員が連休を取得できる機会として一定配慮した取り扱いでございます。開館をゴールデンウィーク中雨天で要望する市民の声が多かったということは承知しております。そのため現在職員が増員されて運営体制が以前より充実しており、県内対象におきましてもゴールデンウィーク期間中に開館している図書館も多くあることや、先ほどからありますように何より市民の皆さんの利便性につながることから、今後連休中の開館に向けて検討を進めていきたいというふうなことを考えているところです。以上でございます。議長3番丸田議員。検討を重ねていくということですが、これ4月号でしたかね、広報誌ですよ、島の暮らしを支え地域を作る図書館、未来を担う子どもたちを育む場所として、目指していきますというふうに書かれております。また今のあのゴールデンウィークの休み以外にも、市長でしたかね、富江の説明会でですよ、これは近くにも高校がある、子どもたちが、下校時に図書館によって勉学に励む場所でもあるというふうに言われておりました。そこで、閉館時間、現在10時から6時となっております。これをですね、ちょっとユニークにですよ、一つご紹介します。島原の、有明図書館というのがあります。9時から6時、そして金曜日だけ8時まで開館してるんですね。おそらく土日の休みに本を借りて読みたい方々への配慮かと思いますが、後藤氏もこのですね、見習ってもう6時でなく1週間のうち1回だけでも8時まで開けるとかですね、一回やってみてください。でよければ、先ほどの休日のゴールデンウィークの休日そして時間と合わせて条例の改定をお願いします。どうぞ。教育長、お答えいたします。図書館では利用者の利便性向上を図るため、今月の21日から8月30日までを試行期間といたしまして、開館時間を延長する取り組みを実施をしようと計画をしております。試行期間中毎週金曜日、開館時間をこれまで、申し訳ありません、午後6時から午後7時へと1時間延長する計画としております。なお試行期間中には開館時間等についてニーズ調査を予定をしておりまして、この調査結果を踏まえ現行の運営体制において対応可能な範囲で開館時間の延長を検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。丸田議員、ぜひ私も開館延長になった場合はギリギリに伺ってみようかと思います。あとこの図書館にですね、多目的ルームというのがありますね。市民の方が申し込みに行ったところ1週間前の申し込みではないということでお断りされたそうです。しかし規則等を読みますが1週間という明記がなされておりません。現状を教えてください。教育総務課長。
はい、お答えをいたします。図書館に限らず教育委員会が所管しております施設の利用許可申請を行う場合は、関係条例等の規定に基づいて、利用日の数日前までに、申請書を提出するということを求めております。まあ、ただし教育委員会が特別な理由があると認める場合につきましては、申請期限を経過した場合であっても、例外規定がございますので、これを適用しまして、申請書を受け付けるという柔軟な対応をしてまいりました。まあ、ただし、今回図書館におきましてそのような取り扱いがなされずに、多目的室の利用をお断りするというケースがございました。関係者の皆様にはお詫びを申し上げるとともに、今後このようなことがないように、この取り扱いについて改めて周知徹底をしてまいります。以上です。議長3番丸田議員。まあ、空いてるのにその多目的室を利用させないのか利用できないのか明確でないので、今後検討してですね、せっかく空いているならお貸ししてですね、いくらかでも利用収入があるようにですねしていくのが当たり前のことじゃないかなと思います。ただ見学してくださいで見せるようなための部屋じゃないと思いますので、その辺はですねご検討して、いい方向に是正していただきたいと思います。それと、オープンしてから、ケータリングか、移動販売車とでも言うんでしょうか、オープンから昼に見かけておりました。私も、ぜひこの取り組んでいただきたいということで、建設が決まってから口やかましくですね、担当部署の方にお願いして、実現できましたが、6月に入ってからですね姿を見てないんですよ。なんでもうやめたんですか。現状を教えてください。教育総務課長。はい、お答えをいたします。まあ、図書館敷地内でのこの移動販売車の設置につきましては、4月から2ヶ月間、事業者を選定して営業をしていただきました。今回この募集条件等に関していくつか改善点ということところも見受けられましたので、改めて募集要領をですね一部見直しまして、改めて今現在事業者の募集を行っているところでございます。まあ、今回事務手続きのちょっと遅れというところもありましたので、まあ営業できない時間が生じてしまうということですけれども、まあ事業者の方には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。まあこの移動販売車につきましては、図書館利用者の利便性向上、それから図書館に足を運んでいただくきっかけにもつながりますので、今後はぜひですね継続して実証していきたいというふうに考えております。以上です。議長3番丸田議員。まあ、新しい図書館が、開館しまして、私も、まあ頻繁に利用させていただいております。高校生がですね勉強なさってるんですよ。もう今までの図書館ではほとんど見れなかった景色がですね、見れて、本当まあ、私も大反対ではあったんですけど、まあ、実際に立ち上がってですねこういうふうに子どもたちが、集まる場所、利用する場所、そのためにもケータリング課の、充実をお願いしたいと思います。次に移ります。借り立て野外スポーツ広場条例廃止後の維持管理については皆様方へ、写真をですね資料として添付しております。まあ、時間もなかなかないのでもう簡単に済ませたいと思いますのでほっとしてください富吉所長。これはですね廃止するのはいいんですよ。今回もミイラクの、体育館が廃止条例案上がっております。廃止後はきちんと管理されているのか、廃止したから管理しなくていいのか、どちらかお答えください。富吉所長。お答えします。管理についてはですね、駐車場付近の斜面および道路に面した斜面については年に3回程度草払いを実施しております。また、草杉場、まあ、入り口等にも以前は立ち入り禁止を表示はしていたのですけれども、風雨によりちょっと外れている状況でございました。また、ロープ
こう草すき状のロープについても草に埋もれている状況でしたので、今回、施設の入り口にロープを張り立ち入り禁止の表示を設置するとともに、遊具についても使用禁止を表示して設置しておりますので、今後はですね、定期的な見回り活動をやっていきたいと思っております。以上です。以上、3番丸田議員。廃止条例の3月だったですか、令和3年の跡地に子どもが立ち入り怪我をすることがない対策を講じたいというふうに言われておりますので、私も頻繁にパトロールに回っておりますが、もう粉々になった、コーンですか、あれがですね、粉砕されてですね、もうゴミ状態だったんですよ。で、ロープを張られたと言われます。立ち入り禁止の表示もされておりました。その時ですね、なぜあのコーンをですよ、片隅に置きっぱなしにしていくのか。市長は、2019年の6月だったと思いますよ、市長コラムでポイ捨てのない島に私たちのモラルが問われております。職員のモラルが一番悪いんじゃないでしょうか。市長お答えください。市長、これはやはり観光客でですね、ご投資をお見えになる方々にとって、やはりゴミのない状況ということでですね、五島の島を楽しんでいただきたい、それから私たちが暮らす中でもですね、やはりゴミのポイ捨てということについては大きな問題だというふうに思っておりまして、そういったコラムを書かせていただきました。ただ、我々が本来管理をしているところでですね、そういったことに近い状況があるということについては、これは申し訳なく思いますし、これについては善処するようにですね、職員には、お願いをしていきたいというふうに思っております。以上、3番丸田議員。今富江市長管内だけをですね、きつく指摘させていただいたように、思われてはいけないんです。すべての市所がある地域はですね、市所が用意している地域は、市所の皆さんがまずその町の、観光地そして公園施設等をですね、最低月1回ぐらいですね、パトロールしてください。私も暇でですね、パトロールしているわけじゃないんです。伺った際にちょこっとばっかり、アラサー貸しをしているわけでもありません。今言われたように観光客そして市民の方が、気持ちよく、利用できる施設を、整えていただきたいという思いから取り上げさせていただきました。次の富江市長の窓口についてはちょっと時間の関係上もうすでに、通告の時にヒアリングの時に、お話ししてますので、今日はもうあえてこの場で質問しようとは思いませんので、3番の私有財産についてお話を進めさせていただきたいと思います。3月議会では温泉の貸し付けは条例が出来上がってないから契約できない、そしてさらに追記として普通財産なので貸し付けはできると、ちんぷんかんぷんな、二通りの回答でありましたが、再度伺います。借りたい人が現れたら、お貸しできるのでしょうか。総務企画部長。お答えをいたします。3月議会でも答弁させてもらいましたけれども、行政財産であれば条例を制定する必要がございます。普通財産であれば賃貸借契約で貸し付けることは可能であります。以上です。丸田議員。普通財産ですよね、あれは温泉は、賃貸借契約で、お貸しすることができる。ここで12月の議会、3月議会とこの温泉源については、何度も質疑をさせていただいております。なぜ前回ここを利用して、ホテルを建てたいんだという計画の話をですね、持ちかけられたときに、なんで前向きに貸し出すという方向に向かっていかなかったのか、ご説明いただきたいと思います。総務企画部長。12月議会でも市長の方が答弁した通り、相手方とは議員、大勢の方とですけれども、お会いをした事実はあります。ただ、具体的な内容につきましては、先方の意向により、回答は控えさせていただきたいというふうに思います。以上です。丸田議員。先方の意向によりと、なんか理解できないんですけどね。
平成29年の9月議会、荒川温泉の活用として地元と競合しないような形で高級感のあるホテル誘致についてということで質問されました。当時議長からの質問ですね。市長はアンテナを張ってこっちから積極的に業者の方にも働きかけ提案をしながら温泉という荒川の能力を最大限生かす形で富裕者向けのホテルが旅館、ホテルや旅館が設置できればと思っていると。東京出張、上京するたびにいろいろと回って営業してみたいと思っていると語られました。覚えてらっしゃいますか。市長。はい、議事録も改めて確認をさせていただきました。議長様。丸田議員。まあ現時点でもその、活用に向けてですね、営業して回るという熱き思いは変わっておりませんでしょうか。市長。あの時想定していたあの温泉というのは、今、社会福祉協議会が福祉施設をですね、使っている施設、あの建物をそのまま活用してということが念頭にあって、検討し、そして答弁をさせていただいたものでございます。現時点で、地域活性化のためにということでですね、いろんなあの民間企業の力を借りたいということでは、上京した折とかですね、そういったことはしておりますが、ことこの建物を使ってということについては現在は行っておりません。丸田議員。あの施設でなくですね、湧き出てるおらび崎の温泉があるんですよ。今現在その、流れっぱなしの、放流されっぱなしの温泉の活用を今現在どのように思ってますか。市長。おらび崎温泉の活用についてはこの市議会でもですね、いろいろご提案をいただいておりまして、今地域の方含めて、の湯という形でですね、利用ができないかということで、今検討させていただいている段階であります。丸田議員。今検討させていただいている段階と、大賀部長でしたか、数ヶ月前、実際に借り手の話が来ていると私耳にしたんですけど、どのような状況なのかご説明できればご説明ください。総務企画部長。議員にはある会議の終了後、立ち話程度の中で、議員からの質問に対して私がそれに応対した部分だというふうに思います。この議場で取り上げられることにちょっと違和感を持っておりますけれども、その時言った事実は2つで、内容的に2つだったと思います。まず1点目が温泉源に興味があるという話がいくつかあっているということ、2つ目がこのようなことは密室で決める内容ではないというふうに思っているということをお伝えしたかというふうに思っております。現時点で借り手がある決まっているということではございません。主としましては、先ほど市長からもあったとおり、市議会からのご提案がありましたの湯をまずは整備したいというふうに考えております。このの湯の整備後で仮にまだ活用できる湯量がある場合につきましては、公募により利活用する事業を決めていくことになるだろうと、私の試験を先般は申し述べたということでご理解していただきたいと思います。以上です。以上、3番。丸田議員。私が小耳に挟んだことを議場で、暴露されるというふうに、そういうふうに思いであれば一応謝罪しておきます。申し訳ございません。ただ温泉もですね、市民の共有財産なんで、どのように利用してもらいたいという思いがあってですね、私も今回も取り上げているんです。で、令和3年の、令和5年3月議会、この話はあの場限りでという相手の方から言われたというふうに市長が私にはっきりと申されておりますが、今回もですね、意地汚い私ですが、今回も、あの時に話された内容はですね、この議場では公にすることは控えたいと思います。大人としての対応を取りたいなと思っておりますので、この活用に関して、防災時の活用もできないかとかですね、市民からもいろいろと、アイデアをいただいていますので、これは折り入ってですね、私お伺いしまして、市長に直談判したいと思いますので、引き続き、注視していきたいと思います。ありがとうございました。よかったですよ、12分残して。
私が一番やりたかった今回のメイン、阿文瀬地区の土地の仮評価額算出結果についてお話を質問をさせていただきます。一般質問始まる前の議案質疑にて11番議員もこの今回、議案第54号として上呈された件に、質疑されておられました。この場より感謝申し上げます。で、実際言ってですね、この議案第54号、私は追認議案だと思うんですけど、過去にこういった似たような議案が上呈されたことはありませんでしたか。市長、私どもは追認議案という認識はございません。ただやっぱり本来であればですね、契約をするときに、市議会に報告すべき事項であったというふうに思っておりまして、その後に、今回のですね、議案を出すということで、追認と考えてない理由については、具体的に議案として出す場合にはですね、こういったものを減額して、いくらいくら減額して、でお貸し付けしますよという形になるわけでございますが、これまでの状況ではといいますか、要は宅地になった後の仮評価額というのがですね、分からなかったということでございまして、分かった一番直近の議会ということで、今度の議会に提案をさせていただいたということでございます。丸田議員、議案質疑11番議員の答弁時にですね、市長がですね、頭を下げられて申し訳なかったと謝罪されたんです。何回見ても私納得できないんですけど、あの謝罪は何に対して行われたんですか。市長、一つはこの貸し付けがですね、基本的には、前回の議会では議案としてですね、出す必要があるという認識が、我々もなかったということはあるんですが、今考えてですね、一番適正なやり方はどうだったかというと、あの契約を結ぶ際にきちんと市議会の方にですね、説明をし、そして条件が整ったら改めて議案を提出しますよということを説明するのが多分一番ベターなやり方だったということでございます。ただそれができなかったということでですね、市議会の皆様にお詫びを申し上げたということでございます。丸田議員、私はビデオを何回も見てですね、市長もしくはこの理事者は、議会を軽視しているんじゃなかろうかと、そのための謝罪だったのかなというふうに、私は受け取りました。市民生活部長にお尋ねします。質疑の中の答弁でも本年1月1日をもってという、市長からの説明がありました。これは何の法律に基づいて仮評価を行われたんですか。市民生活部長、仮評価については規定はございません。で、地方税法に基づく基準日が1月1日ということであります。以上です。議長3番丸田議員、私が部長の言葉に一言付け加えます。現況主義なんですよね、地方税法は。行政の財産だから、それを行政以外の方が使うときは現況主義に基づいて評価を出さないといけない。なぜならこの普通財産の貸付契約に関しましては、この、評価額が元となって、算出するような形にご投資はしておりますので、現況主義に基づいて地方税法に基づいて行ったんだと。だから、この3月議会に私がこの質問を取り上げてなかった場合、議案第54号は今回上がってきたのかどうかご説明ください。市長、これは議案質疑の時も申し上げましたけれども、この議案第54号、財産の貸し付けについてはですね、3月議会で丸田議員から問題提起をいただきましたけれども、あの時点では議会の議決が必要という認識はございませんでした。丸田議員、
議会の議決が必要ではなく、ね、行政のプロの皆様方が地方税法を無視したんですよ。市民には厳しいんです。今もこもりぶちに、今後ですね、大きな家電量販店ができるという動きになっております。おそらく建物が建ったら地目変更の評価として、地権者の方へ、納税通知が送られると思います。ご投資だからしなくていいじゃないんです。そして、地方自治法に基づいて議会の議決を経るというふうに言われるんであれば、地方税法もきちんと遵守していただきたい。それが当たり前なんです。あの時に私は言いました。この問題がおかしくないと思う人たちがおかしいんですと。今回54号で上がっておりますが、今時点で、私の結論を述べたいと思います。断固としてこの議案には反対させていただきます。その理由を、質問いたします。似たような形で公募が行われ、ホテル名ももう皆さんご存知なので言いますけれど、境町の方に、浜の方にですね、椿ホテルが建ちました。この時は同じような公募内容だったと思いますが、どのような公募内容だったのかご説明ください。総務企画部長。元椿ホテルにつきましては、旧大畑ホテルの跡地活用提案募集として公募をしております。土地の貸付料の優遇措置等はございませんでした。そのまま市は解体して、それを造成、造成したわけですけれども、市は造成しない代わりというような形で、そのまま建ててもらうという公募でありまして、一切の土地に関する優遇措置は設けておりません。以上です。議長様。丸田議員。土地をお貸しすることへの、優遇措置ではなくですね、それと造成をしたとかしてないから、動向の話も頭の中から捨ててください。いくら造成しててもですね、建築する上では再造成するんですよ、杭を打ったり。なので、造成に関しても頭の中から外していただきたいと思います。後藤氏には、こういう財産、後藤氏にはですね、この企業立地及び雇用促進条例というのがありますよね。土地を椿ホテルはお借りしています。阿文税もお貸ししております。で、建物を建てて、地域経済への波及効果、そして雇用の創出ですか。同じ内容なんですよ、公募は。後藤自動車のその椿ホテルは、この後藤市企業立地及び雇用促進条例というものを使われているのかいないのか、それとこの条例について詳しくご説明ください。総務企画部長。お答えいたします。議員要請のとおり、企業立地という、雇用促進支援事業制度というような形であります。端的に申しますと、椿ホテルさんにつきましては、この制度を利用しております。阿文税のホテルについては利用をしておりません。その内容ですけれども、企業立地ですね、固定資産税、土地、家屋、焼却資産の課税免除3年間、あと奨励金としまして、人数、雇用の人数ですね、これに応じまして、奨励金をお渡しする3年間というような形でございます。以上です。議長様。丸田議員。だから椿ホテルもですね、阿文税の総実さんのホテルも、ね、企業立地に当たるんですよ。全く一緒なんです。椿ホテルの土地は造成して渡したから、ね、減額もせず、そのままの評価に対する100分の5でお貸ししている。これ、区別ですか、差別ですか、それとも、どっかに対しての、これ、心遣いですか。総務企画部長。椿ホテルさんにつきましては、宅地をそのまま宅地としてご活用していただいているものというふうに認識をしています。以上です。議長様。丸田議員。だから宅地とかどうのじゃなくて、ね、それはもう捨て取ってくださいと言ったじゃん。地方税法に基づいて、現況主義でするのが当然なんだということで、評価差し替えがあったんですよ、今回。なので、造成している云々は捨ててください。もう一度お願いしておきますよ。で、実際この、椿ホテルには、この企業立地および雇用促進条例、
を利用してるんだと、課税免除、そして奨励金の交付として3年間優遇措置があるんだと、これにしとけば私も突っ込まないんですよ。あそこもちゃんとした地代を払ってます。で、こっちのアブン税はね、減額をしてやると、それも65年間。これ普通財産の貸し付けに関する貸し付け料の決定が明記された条例はありますか。総務局部長。普通財産の貸し付けに伴う条例の制定は、まあ、条例規則の制定はございません。まあ、ただ、普通財産の貸し付けについては、まあ、そのご当市私有財産使用料条例の算定方法に準ずるということで、まあ、しておりますので、まあ、それが自治法に基づく条例に準ずるというような形で今取り扱いをしているというところでございます。以上です。丸田議員。まあ、取り扱いをしていると、どこで見れるんですか、その資料は。総務企画部長。お答えいたします。普通財産につきましてはその議員もご承知かというふうに思いますけれども、規則27条ですね、私有財産の規則27条で使用料を定めるというような形があります。そこではどういうふうな基準でどういうふうな割合でということは明記はされておりません。ただ、44条の中で、44条は、評価委員会という項目を謳っております。この評価委員会で、算出した額、すみません、読ませてもらいます。私有財産の取得、管理、または処分について、その価格、または賃貸料を評価するため、その評価委員会があるということで、ここで評価していただく、まあ、決めてもらうという形になります。この中の審議過程の中において、まあ、平成19年ですけれども、普通財産の貸付の算定は、行政財産使用料条例に準ずるという結論をいただきましたので、これに基づいて、私どもは処理をしているということでございます。以上です。丸田議員。まあ、行政財産に準ずるという、まあ、内容ですけどね、この行政財産に準ずる中で、この普通財産がどういった貸付額を決定しようという、内容は表にはどこか入手できますか、表では。総務企画部長。すみません、先ほど言ったね、行政財産の使用料に関する部分には、固定資産評価基準により算定した使用する土地の価格、仮評価額の100分の5、使用する建物の時価相当額、まあ、建物については100分の7というと、土地の分ですね、そういうのは条例に明記をされているところであります。以上です。丸田議員。私は普通財産について聞いているんです。もう一度お答えください。総務企画部長。結局それを準ずるということでございます。以上です。丸田議員。この準ずる内容の書類がどっかで見れますかと聞いているんですよ。総務企画部長。繰り返しますけども、その条例は行政財産の使用料条例になりまして、それに準ずるということで、そこで確認をできるということになります。規定がどこになるかな。それは評価委員会で決めちゃう。総務企画部長。先ほど申した通り、平成19年に公平委員、すみません、財産評価委員会という中で議事録、まあ、議決をしていただいております。その議事録の中にあるということで、一般には出てないというふうに認識しております。以上です。丸田議員。そうですね、平成19年の第5回の私有財産評価委員会で決められているんです。こういう財産使用許可貸付事務処理手順書ですね、と読ませていただきます。まあ、この手順書どういったものかといえばですね、まあ、市民の皆様が一番分かりやすい例えで言えば、電化製品を買いました取扱説明書なのかなというふうに私は思っており、これはあくまでも法的効力はないと思いますが、法的効力についてはどのように
どのような内容でしょうかね。総務企画部長。まあ、準ずるという形でなってますので、まあ、法的拘束力はその手順に従って私ども事務処理を行っているということで理解をしています。以上です。議長3番丸田議員。まあ、これをですね、あだこうだこの議場でやってもですね、時間が足りないもんですから、もう私もどの部分を突っ込んでいこうかということで、突っ込むと言ったら言葉はね、ちょっと勘違いされたくないんですけど、やっぱり私たち議員はもうですね、公務員の特別職として、全体の奉仕者なんですよ。それで一部の奉仕者でない、今回の議案54号、そして過去にも10円上等問題でありました。その時も、差額は、減額して10円でお渡ししたいんだということで議会に諮られたんですね。つまり私は最初申し上げました、市長の頭を下げる申し訳なかったということは、議会が決めたんだということを市民に周知させたいんだと。ということで、今回54号、あくまでも、まあ、可決されるかどうかは分かりませんがね、議会に責任を押し付けられてるんだというふうに私は思っております。まあ、10円問題でもこっぴどく、まあ、私は外野の方で外でわんわん言ってましたが、学習能力が足りないなと、なぜ同じ問題を、似たような問題を繰り返すんでしょうか。まあ、そこでもうまとめに入らせてもらいますがね、つまり今、この手順の中身をお話しさせていただきました。まあ、私はこれをですね、市長の裁量権の文書であると、野口市政の中の裁量権を発揮するための文書であるというふうに思っております。まあ、おのおの議員が理解されるかは、まあ、皆様の、捉え方次第ですので、あえてここでも何も指摘はしませんが、まあ、行使をあくまでもこの減額としての行使を認めると我々が言うのであれば、貸付期間は野口市長の任期内と定めるべきであります。なぜならこれは野口市長市政の手順書でありますので、新しい市長が誕生したらひょっとしたらこれは変わってくるかもしれない。65年間先まで市長を続けられますか。市長、まあ、先ほどの取扱いが財産評価委員会の中で、まあ、示されたのは平成19年でございますので、基本的には、まあ、後藤氏はこういう取扱いをやるんだよということを決めたということでございまして、別に、後藤氏がどんどんこうということではないと思います。それから繰り返しになりますが、我々はその宅地だった、公園用地だったということはですね、これ離せ、切り離せという話がございますが、我々はそれは切り離せないんであります。椿ホテルのところは宅地をそのまま宅地としてお使いをいただいた。ただ阿文殿については、まあ、公園ということでですね、まあ、山林だったり雑種だったりこういったところを、まあ、ホテル用地として使っていただくんですが、ただ造成についても我々何もしませんと、もう事業者の方でやってくださいと。ただし貸付料については現在の現況の土地の種目でもって、まあ、計算した額といたしますと、そういったことで、まあ、来ていただいたわけであります。まあ、そういったところが、まあ、お後にあるホテルとはですね、決定的に違うとこういうことについてはご理解をいただきたいというふうに思っております。議長3番丸田議員。まあ、ですから何度も言うように現況で貸すからじゃなくて、求めたときにこういう公募を出したときにここでホテル営業をやってくださいと、建ててくださいという言葉が明記されている以上、ね、誰が造成をするからではなく、建物を建てるときはどんなに整備された土地も造成し直すんですよ。当たり前に掘ったりするんですよ、杭を打ったりするんですよ。だから造成するしないは本当にこの理論は頭から切り捨てていただきたい。でないと市民が納得しません。おかしいんです。前回から言ってるように私がおかしい話をしてるんじゃないんです。今回は地方税法に基づいてきちんと現況主義確認して建物が建ってるから宅地なんだと、建ってない部分は手をつけてないから山林なんだと、
駐車場として利用しているところは、それは雑誌なんだと、私も理解しました。行政における普通財産の管理は、市民が行う自分の財産を管理するとことに同様なんですよ。で、そして行政は求められてるんです。なぜなら市民の共有財産なのです。議決そのもの、議案そのものが、私は条例に違反しているものとして、今日本日2回目となります。私はこの場で、議案第54号に関しましては断固として反対、そして議会最終日には反対討論をさせていただきます。お付き合いありがとうございました。以上で丸田孝明議員の質問を終わります。次の質問者は10番中西大輔議員。中西議員